ジョン・ルイスは、アメリカ合衆国のプロボクサー。メリーランド州チェルシー出身。元 WBA 世界ヘビー級王者。ラテン系で、初めてのヘビー級世界王者。1988年、米国マサチューセッツ州サマビルのサマビルボクシングクラブにてボクシングを始める。2000年8月12日、WBA 世界ヘビー級王座決定戦を、 リベンダーホリフィールドと対戦したが、判定負けで、王座獲得に失敗。2001年3月3日、リベンダーホリフィールドとリマッチを行い、判定勝ち、王座を獲得した。以後、二度防衛に成功。2003年3月1日、ライトヘビー級から、クルーザー級を飛ばして4階級制覇を狙った、ロイ・ジョーンズ・ジュニアに判定不消し王座から陥落した。 2003年12月13日、WBA 世界ヘビー級暫定王座決定戦で、ハシーム・ラクマン王さんから例の判定勝ちを収め王座を獲得した。この試合は8大タイトルマッチの一環として行われた。2004年2月20日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアがライトヘビー級に再転向し、正規王座に認定された。2005年4月30日、ジェームズ・トニーと対戦。 0から3の判定負けとなったものの、試合後に、トニーの禁止薬物使用が発覚し、ノーコンテストに最低が変更された。2005年12月17日、ニコライ・ワルーエフに0から2の判定負けを喫し、王座から陥落した。2006年11月18日、WBA 世界ヘビー級王座挑戦者、決定戦で、ルスラン・チャガエフと対戦し、1から2の 判定負け。2008年3月8日、WBC 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦で、ジャミール・マクラインと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年8月30日、WBA 世界ヘビー級王座決定戦で、ニコライ・ワルーエフと再戦し、0から3の判定負けで王座帰り先ならず。2010年4月3日、 WBA 世界ヘビー級王者デビッド・ヘイに挑戦し、4度のダウンを奪われた上で9回タオル投入による TKO 負けで王座帰り咲きならず。物静かな性格だったことと、ひたすら打ってはすぐ、クリンチという消極的とも見られる、ファイトスタイルを揶揄され、静かなる男と称されていたが、入場時には花道を走って、リングインしていた。ありがとうございます。